くてジャックオランタンにできるんじゃないですか。そのジャックオランタンを松明で作ると何か変化は現れますか。もしくは青い松明で作ることはできるんですか。教えてください。柵は普通の木材とつながるのかな。クリムゾンのフェンスとワープのフェンスはオークや白樺などのフェンスとつながりますか。燃えないけどガストの弾が当たると壊れそうだな。ネザーの木材でボートは作れるんですか。間圧板って木材のやつと同じ仕様の方。置いた金ブロックに引き寄せられるのか気になりました。テストからホッパーで取り出したらどうなんだろう。敵対しないのかな。金装備を上げて観察している間にチェスト開けたら襲われないとかあるんでしょうか。テストに反応していたけど、シュルカーボックスだったらどうなるんだろう。金装備つけたピグリンを倒したら金装備はドロップしますか。樽を開けたらどうなりますか。ピグリンの近くでチェストを置いたらどうなるんですか。それでも襲ってくるんですか。魂の光源で囲った敷地には入ってこないんですかね。目の前で豚肉を食べたらどうなるんだろう。ピグリンはオーバーワールドで震えると言っていたけど、オーバーワールドの環境をネザーみたいに一つの部屋にしたらどうなるのかな。サドルで乗れそうだけどな。ボートには乗せられないんですか。ネザライトブロックはビーコンの土台にできるのかな。シルクタッチの鉄皮でも採掘無理かな。どうしてもダイヤをネザーに持っていきたくない。ネザライトの防具や武器も今までと同様エンチャントできるんですかね。
エンチャントがついてるダイヤツールにネザライト合成したらエンチャント消えるかな。これ金床で修理できるのかな。歪んだキノコでシチュー作ったらどうなるのか知りたいです。